こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。今回は等々力小学校で行われた JFA 心のプロジェクト夢の教室の模様、みんなで楽しく学ぼう手話コーナーなどをお届けします。それではどうぞ。8月26日金曜日、等々力小学校でJFA 心のプロジェクト夢の教室が行われました。これは日本サッカー協会が全国の小学5年生を対象に行っている社会貢献活動で、サッカーをはじめスポーツ界の現役選手やその OB、OG など世界を舞台に活躍したトップアスリートが夢先生となり夢の教室を行います。スポーツのことのみならず、夢を持つことや仲間と協力することの大切さなどを子どもたちに伝えています。今回の夢先生は元陸上選手でアテネオリンピックにも出場された室伏ゆかさんです。等々力小学校と大野原小学校の5年生36人が参加し、まずは体育館で簡単なゲームを行いました。何度も振り出しに戻りながら最後はみんなでゴールしました。最後まとまったよね。よくまとまったなと思って、ちょっと危ないかなと思ったけど、ゆか先生最後皆さんを信じました。皆さんのチームワーク本当に素晴らしかったので、最後お互いに拍手してください。協力してみんなで作戦を立ててできました。その後教室で講義が行われ、室伏先生が映像や自身の経験を折れ線グラフで表した夢曲線を使ってこれまでの経験を話し、児童とともに夢について語り合いました。児童が夢について考え発表する場面もありました。私の将来の夢は看護師になって人を助けることです。皆さんは夢を持ってこれからやることは必ず失敗も出るし成功もある。その中で爽やかな気持ちで自分を打ち尽くせるか。今回の夢教室は児童にとって夢や将来について考える良い刺激になったようです。室伏さんに夢に向かう子どもたちへのメッセージをいただきました。最後まで諦めないということですね。何歳になっても、どんな夢を小さくても大きくても夢を目指すときには必ず困難が出てきます。その時に、できるだけ多くの人に助けを求めて、そして助けられるような自分に成長する、人に信頼を得る、そうした、夢を目指すときに、そういう、夢を目指すために必要なことも学びながら、楽しみながら進んでいってほしいなと期待しています。健康づくり課より風疹の予防接種についてお知らせします。嬉野市では先天性風疹症候群の発生を予防し、女性が将来も安心して出産できるように妊娠を予定している希望している方々に風疹の予防接種費用を助成しています。助成対象者は市内にお住まいの方で、1、妊娠を予定または希望している女性、もしくは2、風疹抗体価の低い妊婦の同居者、夫などです。ただし、これまでに風疹にかかったことがある方や、風疹の予防接種を受けたことがある方は対象外です。助成回数は1人1回まで。助成期間は平成29年3月31日までです。接種を希望する方はまず塩田庁舎健康づくり課または嬉野庁舎福祉課で申請手続きを行ってください。申請に必要なものは運転免許証や
健康保険証などの本人を確認できるもの、母子健康手帳、または妊娠証明書などです。特に昭和54年4月2日以前に生まれた男性の皆さんは、これまで風疹ワクチンを接種する機会がありませんでした。ご家族が妊娠中の男性の皆さんは、この機会にぜひワクチン接種をお勧めします。予防接種についてのお問い合わせは、健康づくり課0954-66-9120までお願いします。以上、健康づくり課からのお知らせでした。今回のみんなで楽しく学ぼう手話コーナーは、経済産業省認定近代化産業遺産志田焼の里博物館からお送りします。今回はよろしくお願いしますの手話とラ行の指文字を覚えていきましょう。こんにちは。私の名前は小野原と申します。今日はろくろ体験をさせてください。よろしくお願いします。こんにちは。私の名前は井出と申します。よろしくお願いします。それでは手話の動作について詳しく説明します。ではよろしくお願いしますの手話をやってみましょう。よろしくは良いを表す手話にしてくださいという手話を組み合わせて行います。まず拳を鼻の前に置き前に出します。次に手を開き前に出しながら頭を下げます。これでよろしくお願いしますという手話になります。皆さんもご一緒にどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。指文字も覚えていきましょう。ラ行の指文字を勉強しましょう。ラ、アルファベットの R を表しています。リ、カタカナのリを表しています。ル、カタカナのルを表しています。レ、カタカナのレを表しています。ロ、カタカナのロを表しています。それでは皆さんご一緒に、ラ、リ、ル、レ、ロ。第9回のみんなで楽しく学ぼう手話コーナーはいかがでしたか。今回学んだよろしくお願いしますは日常生活でよく使う言葉なので、ぜひしっかり覚えて偉大の気持ちを表現したいですね。次回は元気ですかと指文字の和行について学びます。お楽しみに。アロハ。今日は谷口市長と嬉野温泉観光課笠原とゆつらくんから10月1日土曜日、2日日曜日に開催します九州フラフェスティバルのご紹介をします。この九州フラフェスティバルは毎年九州各地より約80のフラチームが嬉野の御幸公園御幸ドームに集結し、2日間にわたって華やかなフラステージを楽しませてくれます。また本場のプロをゲストにお迎えし、
豪華なステージショーや嬉野をはじめとしたご当地グルメが楽しめるグルメ&ショッピングゾーンなど大人気のイベントです。今年はメインゲストとしてミスアロハフラに選ばれた実力派ダンサーマヘアラニ・ミカ・ヒラオ・ソレムさん、本場ハワイも認める実力派ハワイアンシンガーケイコさんをゲストに迎えるほか、カネフラダンサーとして国内外で活躍中のプラマ&マルヒアさんにもお越しいただき、男性にしかできない迫力ある力強いフラもご覧いただけます。また10月1日土曜日は嬉野温泉公園において17時より音楽やバーベキューを楽しめるハワイアンナイトを開催します。地元音楽チームや可愛い子供のフラなどステージを見ながらハワイアンバーベキューが楽しめるイベントです。本場ハワイの雰囲気が感じられる一夜限りのスペシャルイベント、ハワイアンナイト in 温泉公園にもぜひ遊びに来てください。九州フラフェスティバルの入場料金は前売り券大人2000円、小中学生1000円、前売りチケットは嬉野市役所のほか嬉野温泉観光協会、チケットピア、コンビニなどで好評発売中です。その他詳しいイベント情報は嬉野温泉観光協会、電話0954-43-0137、もしくは九州フラフェスティバルホームページをご参照ください。そしてもう一つイベントのご紹介です。フラフェスティバルの同時開催イベントとして毎回大好評の嬉野ハンドメイドフェア、今年もみゆき公園多目的広場にて開催します。会場内には80を超えるハンドメイド作家のブースが出展し、各ブースでは手作りの可愛い雑貨や小物などが展示販売されています。ハンドメイドフェアの開催時間は午前10時から午後4時まで、入場料は無料です。会場周辺は混雑しますので、嬉野の温泉街から会場を結ぶ無料シャトルバスをぜひご利用ください。10月1日2日はぜひ皆様みゆき公園そして温泉公園へお出かけください。皆様のご来場をお待ちしております。以上、九州フラフェスティバルそして嬉野ハンドメイドフェアのご紹介でした。嬉野図書館よりお話し会のお誘いです。9月24日土曜日午後7時より嬉野図書館2階においてお月見お話し会を開催いたします。月夜のひとときを素敵なお話で楽しみませんか？お月様にまつわるお話やブラックシアター、ご参加の皆様と一緒に行う手歌遊びなど、今年も盛りだくさんの内容です。ご家族やお友達でお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。皆様のお越しをお待ちしております。以上、嬉野図書館よりお知らせでした。9月の塩田町の在宅当番医はご覧の通りです。続いて嬉野町です。9月の小児時間外診療はご覧の通りです。9月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。9月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーションいかがでしたか？季節の変わり目です。体調管理には十分気をつけてお過ごしください。それでは次回もお楽しみに。